下船の者どもを粉々にしてやれ。ファイエル。アルビース、それは北欧神話に登場するドワーフ族の名前だ。完全な賢者、すべてを知る者を意味するこの名を冠した艦は銀河帝国軍貴族艦隊の機関として知られている。この銀河系の中でも特有な球体に近い形状を持つこの貴族艦は標準戦艦よりもはるかに巨大で、艦隊各所を流体金属と多数の砲門で武装して非常にコストの高い艦である。前面には大型重力ドライブ、側面には流体金属を伴う盾を装備、貴族たちの権力と財力を銀河に誇示することのできる戦闘艦だ。全長推定1950メートルにも及ぶアルビス、オストマルクなどの貴族艦級は銀河帝国艦隊の中でも特に巨大な船体を持っている。そのあまりにも豪華絢爛な作りから実用性を欠くように思われがちだが、艦隊各所には標準戦艦の4倍以上の訪問数とそれらを支える大型の重力ドライブが装備されている。船体中央には標準戦艦の改造型であるコアシップが配置されており、その前面には大型の中性子ビーム砲が40門装備されている。これら40の砲門はいずれも中性子ビーム、実弾兵器の発射を切り替えることが可能である。標準戦艦に装備されている流体金属をオミットした代わりに、艦首前方に大量の砲門を装備することが可能となっている。次にコアシップの側面に展開したシールドシップは複数のビームによって接続され、接続部には34門の中性子ビーム砲、シールドシップ本体には合計72門の中性子ビーム砲が装備されている。さらにシールドシップ前面には大型の多目的ランチャーが2門ずつ装備され、艦前面に150近くの砲門を展開している貴族艦級は圧倒的な砲撃戦能力を持つ。シールドシップはその名のごとく流体金属が張り巡らされ、艦本体を守るための強固な砦となっている。本艦には大量の中性子ビーム砲門が用意されているが、一般的には砲門数を増やしても中性子ビームを作り出すエネルギー源である重力ドライブが限られているため、出力や同時連射数は制限されてしまう。しかし貴族艦級は多量の大型重力ドライブを装備することによりエネルギー出力と防御力を向上させている。艦首前面に4機の大型重力ドライブを搭載、これにより高いワープ制御能力と分厚い重力フィールドによる敵中性子ビーム砲の中和が可能となっており、高い生存力を誇る。第3世代艦の試作であるブリュンヒルトに搭載されている大型重力ドライブと同等のサイズのものを4機装備している貴族艦級は、貴族たちの圧倒的な資本が注がれた結果実現できたコスト度外視の設計となっている。またコアシップを上下に挟むドームシップは流体金属に覆われており、基本的な防御力は非常に高い。同時に貴族たちの居住区となっており、大量の美術品やパーティー会場、集会場が用意されており、帝国軍艦の中では随一の居住性を誇る。そんな貴族らの資本を注ぎ込んだ貴族艦級アルビースおよびオストマルクはリップシュタット戦役に貴族連合を代表する艦として投入された。リッテンハイム艦隊機関オストマルクは大艦隊を率いてキルヒアイス艦隊と交戦、前線するものの貴族連合の練度不足とキルヒアイス艦隊の奇襲によりオストマルクは撤退に追い込まれる。オストマルクの持つ火力はキルヒアイス艦隊にではなく自身の退路を作り出すため味方の補給艦を撃沈することに使われたのはまさに皮肉である。ブラウンシュバイク艦隊機関アルビースはラインハルト艦隊と交戦、物量に任せた突撃戦法を行うが、側面をメックリンガケンプ艦隊に攻撃されたことにより撤退、その戦闘力を生かすことなく撤退していった。多大な資本を投入し建造されたこれら貴族艦級は戦場にてその力を一切発揮することなく宇宙の歴史から消えていった。以上が貴族艦級の解説でした。あれ、いつも通りキャラクターは解説しないのかって。わかりました、ゆるーく解説します。ちょっとふざけますので真面目な解説が欲しい方はぜひここで止めておいてくださいね。まず一人目はウィルヘルム・フォン・リッテンハイム、モンバズ貴族連合の名手の一人でオストマルクに座上。特技は艦隊を適当に並べることで、戦闘に関する知識はほとんどなく、少しでも身の危険を感じるとすぐに逃げるのが特技です。
かも逃げ道付近の味方艦隊を自分で攻撃するなど頭のいかれたサイコパス。最後は味方によって中殺されました。お次2人目はフレーゲル男爵。金髪の小僧、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 僕がガンダムをうまく使えるんだ。実力がないのに行動だけは尊大な使えない個人。握力だけは非常に強く、自らの手を出血させるほどのパワーを持つのが自慢です。戦闘に関する知識はほとんどなく、宇宙艦隊で決闘をロイエンタールに申し込み振られるなどあまりモテません。最後は定番、味方によって中殺されました。3人目はみんな大好き、銀エデン代表ゆるキャラのブラウンシュバイク。銀河帝国顔芸選手権でゼークと提督と首位を争う門罰貴族の名手。艦隊戦では基本ボッコボコにされ、助けに来たメルカッツに怒鳴り散らすなど、非常に人物として完成度の高い人ですね。自分に対するアドバイスは全て誹謗中傷に聞こえるという非常に高度な翻訳システムを頭脳に内蔵しております。最後は貴族お決まり、部下であるアンスバッハにグレープジュースを飲まされ、あまりのその美味しさに衝撃を受けて昇天していきました。以上が貴族たちの紹介でした。本当に愛されキャラですよね。ここまで愛されて憎たらしい敵キャラがいるというのも銀エーデンの魅力ですよね。いや待て、ジャパンサイファイ、貴族はしっかり真面目に解説しろという意見は全然受け付けております。皆さんはどの貴族が好きでしょうか？コメントで教えてくださいね。次回の銀エーデン解説は動画の一番最後で紹介します。このチャンネルでは銀エーデンの戦艦と提督を一緒に詳しく紹介しています。ブルーヒルト、バルバロッサ、ベアウルフ、トリスタン、ケニス、ティーゲル、ガンダルバ、ガルフピッケン、サラマンドル、ヘルズブレイズ、ミネルバ、ヘイムダル、それに、帝国軍の戦艦とか他にもいっぱいいろいろ解説していますので、他の動画をぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルでは銀河英雄伝説や他の SF 作品のメカバトルの解説考察を短い時間に凝縮して皆さんに配信していきます。今度も皆さんが楽しめる内容を続々配信していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してください。 Twitter もやっていますので概要欄からぜひ飛んでいって最新の SF 上のトリビアお見逃しなく。次回は同盟軍ローゼンリッター部隊を解説、ついに同盟軍シリーズが始まりますよ。これでもう私を帝国の犬とか罵らないでくださいね。それでは次の SF でお会いしましょう。